え、こんなんあったのみたいな飲食店ありません？なんかすっごいチェーン店なんだけど珍しいみたいな。今回はですね、ちょっと関東にあるマイナーな飲食店のを使って絶滅危惧種飲食店ビンゴをやっていきたいと思います。マイナーな飲食店でちょっとビンゴを作ったんで、1日もう朝から夜まで車を使ってもうビンゴを揃えるっていうですね、挑戦をですねやっていきたいと思います。イエイ、ウィー。飲食店のマイナーなもの、絶対どっかにありますか？関東のどっか。関東のどっかです。それ関東結構やばいっすね。東京でじゃあクリアできることはないってこと？これないっすね。なるほど。なら千葉に貼った方がいいし、埼玉なら埼玉に貼った方がいいし。なるほど。それはやばい。朝の9時半。8時ですね。8時ってことは、でもこの10時間半で、それはやばい。僕は東京はもう、15年ぐらいですね。じゃあもう任せようかと。東京に住んで、埼玉にも住んで、千葉にも住んだことある、はい、ああなるほど、3カ所ね。3カ所住んでるんで、はいはいはい、こちらです。もう結構なビンゴのデカさですね。なるほど。どこで行ったら一番可能性が高いかっていう、分かるとこ行ってみましょう。分かるとこ、絶対ここに行ったらそれあるよっていう、はい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 、分かるところはまあ、リンガーハット。リンガーハット分かります。絶対。リンガーハット絶対分かります。うん、え、爽やかって何？ハンバーグ？静岡です。静岡の爽やかのことですよね。爽やかそう。多分静岡に行かないです。静岡関東じゃないじゃない。嘘、静岡って関東じゃないですか。静岡関東じゃないですよ。嘘、え、俺静岡関東だと思って。関東じゃないですよ。じゃあ静岡。福岡は関東じゃない。ポポラマーマとか、はい、ツバメグリルとか。なんすかそれ。ポポラマーマっすよね。スパゲティやパスタ。イタリアンみたいな。それすらわかんない。めっちゃ安い。ツバメグリルなんてその辺にありませんよく。ない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 。僕は攻めるなら、はい、左一列。ここっすか。左一列。ハングリータイガーに関しては何やかもわかんない。わかんないっす。何やかもわかんないですね。何かわかんない。あ、ここの横一列もいいな。東京力飯あります？東京力飯はあります、あります。豊島屋弁当がわからない。豊島屋弁当はわかるんですけど、木更津っす。木更津はやばいな。木更津っす。マジで？スガキ屋って名古屋じゃないですか？え、東京あるんですか？静岡かもしんない。静岡。馬車道。横浜。ベントマンとマイチャミーがちょっと、え、ベントマン知らないですか？ベントマン知らないです。ベントですね。待ってました、ベントマン。いつもほかほか、いつも出来たてベントマン。名古屋じゃないですか？実家の近くにありました、ベントマン。マジっすか？潰れましたけど。ここの縦で行くか、はい、ここの縦で行くかなんですよ。スガキ屋さえ見つかれば、はいはい、なんとかないそうです。なるほどなるほど。多分ね、徳兵衛とかギガハットレベル低いんですよ。徳兵衛ってなんだ？徳兵衛知らないっすね。知らないっすね。え、マジっすか？徳兵衛はどっかで適当に探さなくてもあると思ってるんですよ。はい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 。だからもうギガハット行けるじゃないですか。河内が、薬局なんですけど。河内。あそこで見ました。茨城見ました。茨城はやばい。あのバンジージャンプしたの分かります？100メートルのね。そうっす。あそこに行った時に、はい、途中で見たんですか？ちょ、正直、ヤバトンは怪しいけど、はいはい、どっかにあるんじゃないかなと。こちらなんだけど、もう結構近くにあるの知ってんすけど、僕。行きましょうか。いや、もう間もなくも何もですけど。いや、もう間もなくも決まってるけど。決まってるけどね、確実に。マジっすか？うまいっすよね、ここね。マジうまいっす。普通におすすめっすよね、ここは。普通にここは来てほしい。うん。なんかここで食べたい。なんすか？トリプルカルビ焼肉丼でしたっけ？あ、トリプルカルビ焼肉丼でした。僕、わかるところ行っちゃっていいっすか？山田うどんとつまめグリル同時に攻めた。マジですか？多分。え、じゃあもうここ3つ行くじゃないですか？ジャンゴって聞いたことある気がするんですよね。ハングリータイガーもなんか聞いたことある気持ちしてきたな。さすがにね、こう今もう全然調べずにやってるんですけど、はい、やばかった場合、はい、ラスト1時間、はい、ラスト1時間で調べておく。なるほど。1時間以内に行ければいい。怖いな。高級ハンバーガーなんか、なんかドトールとかね、ウェンディーズぐらいだったらどんだけでもあるんですけど、はい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 、サブウェイとかならあるんですけど、アロイヤルホストだ。うまいっすよ、ロイヤルホスト。ファミレスとは思えない。ジョイフルはなんか田んぼの真ん中にある。ジョイフル、田んぼジョイフル。ジョイフルは俺はほとんど、なんか田んぼの真ん中にある。ジョイフル。おい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 、やべえぞ、間違ったぞ。おい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 、やべえ、山下本気うどんって書いてある。なんそれ。やべえ、山田うどんじゃねえ。間違えましたわ。え、チェーンじゃないですかこれ、山下本気うどんって。あ、うまそう。白い明太チーズクリームうどんのこのチーズ、チーズの量。うまそう。わかんないけど山田うどんよりうまそう。
ちょっとやべえ、間違ったら確かに梅ホタル通り過ぎてちょっとポンコツクリオネ最近発揮しすぎなんでね。ハーバードですかね。ね、鬼ごっこでなんか見せつけてからのね、やばいっすよね今。あ、本当だ、すごい。あ、すごい、ツバメグリル初めて見た。4回、よかった、マジでやりましたよ。さすがにリンガーハットなんて、リンガーハットなんその辺っていうか、もう渋谷もその辺に、はい、リンガーハット、はい、渋谷にありました。はい、ハングリータイガーは多分横浜にはある可能性が横浜なんですかこれ。横浜だと思いますよ。あ、でもそっか、高速で行きたいとこだけど下道の方が見つかりやすいってことか。そうですね、下道の方が見つかりやすいですね。ああ、そういうことか。東京力飯が、東京力飯はちょっと行きますわ俺。マジか、わかるんで。まいちゃみ静岡じゃないですか、もしかしたら。その東京だったら知らんけど、はい、埼玉行ったら案外あるみたいな、千葉行ったら案外あるみたいな。いや、それはあるかもしれない。でも徳兵衛はマジでどっかにある、適当に行けば。ここですか。うん、潰れてますね。ここがなんす、東京力飯だった。東京力飯だったんですよ。マジか。うわ、下北沢の東京力飯が潰れてると。潰れそうだもんな。東京力飯って何屋さんですか。牛丼みたいな。あ、牛丼か。牛丼だったらもう三強ですもんね、完全に。あの縮小とか、今いきなりステーキとか多分あれじゃないですか。ああ、その展開しすぎて減らすみたいな。うん、それはありますね。東京力飯それ説知ってるはず でこの界隈も、はい、そんな東京力飯固執します。多分埼玉とか行っちゃったらもうないから。でも11時半じゃないですか。はいはいはい。だからもう上に行くところにね、東京の上の方にあれば、北の方に。ああ、なんか若干一個思いつく場所が、さださんの昔の事務所の近くの人形町か。そう嘘だ、あの辺で。まいちゃみに住んでたよ俺。で、前あれじゃないですか、スーパーがコンビニとかじゃないですか多分。俺もそう思うんですよ。ですよね、スーパーがコンビニですよね。コンビニみたいな。え、まいちゃみあったっけあそこ。馬車道記憶を遡れば、はい、洋食だと思います。パスタかピザだった気がする。なるほどなるほど。それこそあれじゃないですか、はい、ジャンゴとかがパスタだから。え、そうなんですか。ハングリータイガーはもう横浜で、でもなんかそっちの方だけな気がするんだよな。なんか横浜っていうか神奈川に広がってるイメージ。神奈川行ったらハングリータイガーが多い。ジャンゴに関してはな、絶対東京じゃないんだよな。めっちゃ田舎の、はい、めっちゃ田舎、自然豊かな感じのところ、群馬かもしれない。群馬、自然豊かな感じのところ、群馬かもしれない。ジャンゴ群馬。馬車道もね、なんか言い切れないけど、看板が木目に白文字で馬車道ってどっかに書いてあった。でも場所がマジで分かんない。2本だった道が、2車線だった2車線だった。関東の2車線のどっかに木目で白で馬車道って書いてあった気がする。なるほど。海はなかった。海はなかった。なら埼玉か神奈川。これうまいっすよね。ワイルドロックっていうのは分かります。ハンバーグとハンバーグで具を挟んでるハンバーグ。へえ。それみんなグッドボタンついてるから焼肉ライクって。みんな焼肉ライクだろ。間違いなく過去に新宿にありますよ。あるわ。確か東京近くの本店は ありましたよ。お、すげえ。あ、本当や。あ、やった。あ、すごい。すごい。感動です。初めて行くわ。すごい、なんか感動する。ただ赤門が分かんない。赤門なんすかね。なんだろう。でも響き的にあれじゃないですか、中華とか焼肉とかラーメン屋じゃないのかな。赤羽のなんだっけな、あとそんであれ、あのでも調べちゃいけないからあれですけど、大英かな、わかんない。何があるんですか。あ、ドムドムです。あ、ドムドムか、デパートみたいな。はい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 。赤羽の大英かイオンかなんだっけな、あれ。俺のイメージですよ、埼玉のだっけ、アウトレットかなんか。はいはい、ありません、どっかに。越谷しか知らないです。レイクタウンしか知らない。越谷レイクタウン、それだ。越谷レイクタウンの中にありませんっけ。どうもどうもですか。レイクタウンは行ったことあるけど、レイクタウン違うか、なかった気がする。
いや、赤羽なんですよ。でもね、どこかわかんないんですよ。なんかマイナーデパートみたいな感じだった。これですか？いや、これ潰れてますよ、多分。こっち、え、嘘やん。こっちか。え、嘘、こ、大栄、こっちだ、こっちだ、潰れてる。大栄が、あ、本当だ。え、ドムドムの大栄が潰れてるってこと？そういうこと。うーわ、え、やば。あ、本当だ。え、本当に潰れてんじゃん。え、すご、すごじゃねえよ。え、じゃあ他にドムドム知らねえ。ブンブクザムライドチーズ、ブンブクザムライドチーズ。